今日は久屋大通り庭園フラリエ、こちらの方でね、スナップしていきます。ここはね、庭園だけあってですね、写真がこういろいろ撮りやすいんですよね。こういうのとかもいいですよね。どうもこんにちは、岩井です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はライカ Q3 片手に名古屋栄周辺をスナップしてまいりました。朝の10時に来てもうなんだかんだ言ってたら夜になっちゃったっていうね、今回そういったね Vlog となっております。まあその10時間ぐらいいたわけなんですけど、何もねずっと写真撮ってたわけじゃなくて、いろいろ用事を済ませつつのスナップでございます。例えばですね、ライカストア名古屋の方で今ねハービー山口さんの写真展やってるんですよね。ライカストア名古屋オープン10周年記念ということで、でそれ遊びに行きまして、その後ヨドバシカメラ行ってねカメラ買ったんですよ。DJI の、オズモポケット3っていう小型カメラ、今回はですね、動画に関しては全てオズモポケット3で収録しております。だから首から Q3 ぶら下げて、で、片手に、オズモポケット3を持っているって、そういうふうに想像していただきたいんですけど、はい、いろいろ撮ってまいりました。まずは午前中ですね、はい、フラリエの方へ行ってきました。ここね好きなんですよね。庭園だけあってですね、やっぱりカメラ持った方が多いんですよね。一眼カメラもそうですし、スマホでね写真撮られてる方も多いです。主にね、柄にもなくお花を撮りに行くっていうね。で今回カメラの設定なんですが、全てマニュアルで撮影しております。オートフォーカスは一切使っておりません。ライカ Q3 買ってですねもうすぐ1年なんですよ。オートフォーカスがねやっぱりね僕はちょっと向いてないというか、マニュアルの方が楽しいんですよね。もちろん動き物撮るときはねオートフォーカスに設定するんですが、子供撮るときとかねオートフォーカス使うんですが、それ以外はもうマニュアルで撮った方が楽しい、はい、いい悪いではなく楽しい、はい、今回もねマニュアルで設定しております。絞りに関しては F11 か16ぐらいで結構絞って撮ってますね。ボケはなしです、はい、ボケはなしってなんか変な言い方だな、はい、でも開放で撮るっていうことはね今回やっておりません。パンフォーカスでね、楽しんで撮っております。ここら辺どうでしょう。ここいいっすね。ここで撮るか。場所は変わってですね、セントラルパークの方へ移動しました。ここら辺はですねもう本当にね毎日とは言わないけどもう週に何回かも通り道なんでね、もうよく行くところで撮り慣れてるんですよね。だからいまいちね新しい発見ないかなと思ったんですけど、やっぱりないですね。50年以上名古屋に住んできて、まあ、名古屋の歴史ここら辺今ねすごく綺麗に整備されてますが、10年15年ぐらい前までかな、非常にねやばい地区でした。はい、やばい地区、何がやばいんだって、まあ詳しいことはですねググっていただけるとわかるかと思うんですが、変なものが取引されていたりとかですね。だから僕が高校生の時なんかもねやばかったですね、本当に治安が悪くって。まあですが都市改革、区画整理ですか、それがね15年ぐらい前から始まったのかな、もっと前かな、10年15年ぐらい前だと思います。そこからどんどん綺麗になっていってですね、今やですね外国人のね観光客の方とか、名古屋をこうね代表するスポットとなっております。
非常に緑も多くって、ここら辺はね、すごく居心地のいい場所になりました。はい、ここからはストリートスナップ行ってみたいと思います。ライカ Q3 ズミルクスの 28mm がついております。広角レンズですよね。結構広角が苦手っていうね方いらっしゃるかと思うんですが、分かります。引きで撮ったらいいのか寄って撮ったらいいのかっていうね、ところでいまいちこう構図がつかみにくいっていうことをよく聞きます。僕はですね、初心者の段階から結構 28mm 好んで使ってました。ズマロンの 28mm を M 型ライカにつけて撮ってたんですけど、結構ねこう数こなすと慣れるもんだなという、僕結構寄って撮るのが好きで、なんかこう絵の中にねごちゃごちゃっとあるものが好きなんですよね。引きで撮って遠くのものを撮るっていうのもありなんですが、できるだけ寄ってなんかこう一枚の絵みたいに見せるっていうんですかね、なんかはがきにしたところをイメージしながら撮ってます。ただね、Q3 の場合はズミルックスの 28mm なんですよね。これがねまた難しいわけですよ。だからもうパンフォーカス、僕がおすすめするのはパンフォーカスで撮ることをおすすめします。まあボケ感をですね犠牲にするっていうんですかね、せっかくズミルックスついてるんで、まあボケ感をね楽しむっていうのもありなんですが、ストリートスナップにおいては僕はね完全にパンフォーカスしてますね。F11 から F16 ぐらいまで絞って撮ることが多いです。そうするとね、なんか割と失敗も少ないような気がしてます。はい、繰り返しますが、僕はハガキを作るイメージで、このねズミルクスの 28mm を楽しんでおります。髪の毛切ってもらいました。さっぱりしました。ヤバトンのわらじとんかつ、いただきます。名古屋名物ヤバトンのわらじとんかつ、これ見た目わらじに似てるから、わらじとんかつって言うんですけど、やばいです。ヤバトンだけにやばいです。ぜひ名古屋来られた際は召し上がってみてください。ここからはナイトスナップ行きたいと思います。壁の落書き、落書き自体は大したことないんだけど、なんとなくいい光が当たっていたんで撮ってみたところ、こういう感じになりました。まあ落書きもまあ役に立ったなということで、はい、ここはですね大須商店街、もうねお腹もいっぱいだし、疲れたし早く帰りたいんですけど、まあせっかくなんで、まあナイトスナップやって帰ろうかなということで、まあそうしましたらですね、またここでもハマっちゃってですね、長居してしまったということで、やっぱりねカメラ持ってると一筋縄ではいかないというかですね、なかなか帰れないというか、もう今日は30分しか撮らないって決めてもですね、結局撮っちゃってるんですよね。はい、これはですね大須観音、面積としては狭いんですけど、まあここもね観光スポットとなっております。まあ何枚か撮らせていただいて、そろそろ帰ろうかなという気になってきました。さあそろそろ帰ろうかな。いろいろ撮ったんで、はい、ナイトスナップライカ Q3 最高ですね。めちゃくちゃいい。もうちょっとやろうかな。もうちょっと取り歩いて帰ろうかと思っております。今午後8時でございます。いやー疲れたね、さすがに。はい、いや楽しいね。ライカ Q3 やっぱすごいなと思いましたね。何がすごいか言葉にどう表したらいいかわからないんですけど、すごい楽しいカメラです。
はい、ということでナイトスナップ以上となりますが、結局元に戻ってきましたね。セントラルパークへ帰ってまいりました。まあ50年以上名古屋住んできて、なおかつ写真を始めるようになって、もうここら辺本当に取り尽くしてるんで、なんかね発見がないかなということで撮っていたんですけど、本当はねもっと違う都市行きたいですね。だからゴールデンウィーク近いから、いろいろね行きたいなと思ってます。東京行こうかなと思ってますね。はい、ということで今回はね名古屋栄周辺の街を朝から晩まで取り歩いて疲れたよっていう今回動画となっております。最後までご覧くださった皆様ありがとうございました。はい、ということで今回はですね朝から晩まで名古屋栄を取り歩くっていうね、結果疲れました。でもライカ Q3 楽しかったですね。はい、また Q3 使っていろいろ撮りたいと思います。はい、ということで今回の動画以上とさせていただきます。チャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。